コロナ病院では感染症内科や呼吸器内科に過度の負担をかかっており、他科の医者たちも診療にあたり情報を共有するのが当たり前の対応だが医師の中にはコロナは私の専門ではないという意見がまだ根強くあり、縦割り感が強い傾向にある実際には病院にまだ余力があるという記事も見ました。日本では昔から臓器別専門医の縦割り構造が主体で医療崩壊はコロナがきっかけというよりも、もともと日本が変えていた課題が顕在化したと思うんですが、エルクさんの考えを教えてください。 えっとあの日本ってあのベッドめっちゃ多いよねっていうのがあってなので日本って病床がこれぐらいいっぱいあるんだからじゃあそのコロナの人とか来ても全然大丈夫じゃないかって言ってたんですけど日本のベッドのほとんどってあの高齢者用なんですよね。 今そのベッドで高齢者を乗せてでその高齢者ってまああの病状が固定化してるのであとはひたすらその点滴打ったりとか移動したりっていうのでほっとくだけでずっとチャレンジャーにお金が湧いてくるっていうので外科だったりっていうのできちんとした技術っていうのがなくてもベッドの上で安静にさせてあとは看護婦が回してればまあお金入るよねっていうので儲かるのでやたら高齢者用ベッドが多いんですよ。 実際問題じゃ本当に病気の人を手術して治してその治療してでそれで退院させるっていうのをなりわいにしている病院の病床数でいくとそんな多くないんですよ。なのであの日本の病床数が多いって言っても高齢者向けなので実際にじゃあ本当にその呼吸器科の人たちが多いかっていうとそんなに多くないのでなのでそのまあ縦割り行政の問題というよりその民間の病院多すぎる問題なんですよね。 あのまあフランスの場合ってあのほぼほぼ病院って国営でまあ国営とか県営とか公立でまあたまに私立の病院ありますけどなのであのまあいろんなそのあのまあ呼吸器科だけじゃなくてじゃあいろんなあの,他の先生もいますよっていう状態でその高齢者向けでもあの金儲けしますよっていうのがあんまないんですよね。でアメリカも割とそのあの私立とかであのすげえ手術の技術が高い代わりにめっちゃ金取りますみたいな病院があるんですよね。なのであの だからたまに日本でもそのなんかあの子どもの,の臓器移植で1億円必要ですみたいなのあると思うんですけど大体のとアメリカででそのなんかすげえ金取るんだけどめちゃめちゃ技術のある人っていう形の手術が儲かったりするのでなんかそれはそれなので技術のある人っていうのがどんどん増えたりするんですよね。ただ日本の場合ってその技術のある人が儲かるかっていうと儲からないんですよ。なぜなら保険診療以外の,そのお金を払うという仕組みがないので。 基本的にはそのあの何らかの病気になった時も保険診療の中で決められた手順のものしかやらないので基本どの先生がやっても同じような治療になるし同じような金額しかもらえないのでその10倍腕がいい先生がいたとしても給料10倍にならないんですよ。 要はその同じ人数の世話をした場合は同じ金額しかもらえませんっていうのがあるのででじゃあ自由診療にしてどんどんバカバカ取ればいいじゃんってなるとそのあのあ医療の場合ってその日本の場合って3割負担なのでその自由診療あ例えばじゃあ10万円手術でかかりましたって言っても本人が払うのってたった3万円なんですよ。なののでそのあの でそれがじゃあ自由診療になりました20万円です要はあの保険だと10万円の倍の値段でやります、そのから俺技術すごいですっていう人の場合は20万円なんですよ。でそれと保険かからないのでそのまま20万なんですけどこっち側の保険の人って10万円に対して保険が7割払ってくれてあの自分が払うの3万円なので3万円対20万円っていうその7倍の差になっちゃうんですよ。 7倍の差はさすがに払えないよねっていうので、保険診療ばっかり増えちゃうっていうのがあって、なので、自流診療の技術の人が儲かるっていう構造は、日本はなりづらいんじゃないかなと思いますアメリカは保険会社が結構払ってくれたりするんすけどね。